ちなみに物理は何やられました、林さん。物理はチャート式のなんか参考書読むやつ。最初にやったのが10問。まあ、やってる人多いですよね。10問は最初全然解けなかったですけど、それでまあ1年2年ぐらいやってたら解けるようになったんで、じゃあもう東大の過去問でいいかなって思います。なので使ったのは読み物が、その要は読むやつ1冊と、学校の教科書とかありますけど、あとは10問。10問と東大の過去問だけど、すごいですね。物理オリンピックみたいな。そうですね。物理オリンピックもね。ホームページとかで過去問ダウンロードして読んだりとか、解いたりとか、あとまあ、大学の物理の入門の本とかは、興味本位で読んでたりをしました。言葉にするとあれなんですけど、言葉にしてる以上の圧倒的勉強量があると思うんですよね。問題数は少ないけれども、かけてる時間全然違う。重要問題集はやっぱり最初はもう本当にもう2割3割も解けなかったっていうか、解説見て解説もようわからんところが多かったから、ずっと一人で考えてる時間はもう相当あると思います。つぎ込んでる時間はもうすごいです。じゃあやっぱり一問をじっくり考えることでものすごく伸びる人もいるってことですよね、実際ね。僕はそういうタイプだったってことです。それは間違いないです。